ハローエブリワン、ミュゼナビゲーターのケントです。今回は教授カップに参戦する女子プロレーサーを紹介していきます。カーナンバー5番 SD スタイルビンタの細川由香です。3年前に初めて、レースをしました。これ3人目なんですけど、一応主婦兼3人のママをやっていますので、レース経歴はもう教授が初です。私ママなんですけど、こういう形でレースに参加できる、教授カップというものが、ガチでバトルはしてるんですけど、3時のママとしても楽しめるようなレースなので、ぜひ、これを映像でも何でもいいので見ていただきたいなと思ってます。教授カップのゼッケン7番、小倉クラッチ ORC、和光図 KFC ビータに乗ってます。小木玲です。教授カップの最年長、ドライバーということで、もうモータースポーツ歴はほぼ4分の1世紀プラスアルファになります。1987年にレースデビューして、そのこれまでフォーミュラカーのレースとか耐久レースとか、いろんなカテゴリーに参戦してきて、今はこのオールデビューの教授カップの方を楽しんでます。レースデビューの時ってあんまり女性らしさを表に出したくなくて、あんまりお化粧をしなかったりとかしてきたんですけども、だんだんとね、この業界の中でやっぱり女性は綺麗だと目立つし、たくさんファンも ついてくださるので、ここ、10年20年ぐらいの間はやっぱりサーキットではお化粧もしたいし、ちゃんと美を意識しながら、これからちょっと長いまだレース人生を続けたいのでね、いつも綺麗な綺麗ですねって言われたいので、自分を磨きたいと思ってますので、皆さんも一緒に磨いていきましょう。はじめまして、カーナンバー11番 TDR ビータ01から出る斉藤愛美です。5歳の時にレーシングカートを始めてから、ずっとレーシングカート一つでやってきましたが、今年から四輪の世界に挑戦させていただきます。接点がないものだと思うんですけど、女性の方も増えてきていますし、サーキットに来ていただければ絶対楽しんでいただけるので、日焼けしやすいので、水さんの日焼け止めもつけて、ぜひ観覧しに来てください。カーナンバー13番小倉クラッチ号に乗ります。辻本志音です。チーム名はワイルドキャットコンペティションというところから出場させてもらいます。小学校5年生からカートをやっています。去年までは日本最高峰クラスと言われていた全日本 OK クラスで出場していました。2年前は全日本の FS125 というクラスで表彰台を、2回取って、女性初の、表彰台を獲得できました。今年は男性と女性とか一緒に走る FCR ビーターと、あと女性だけの教授カップ2つ出ることになりました。女性でトップを目指すのはもちろんですけども、やっぱり男性にも勝てるんだっていうのをやっぱり日本中の女の人に知ってもらいたいので、応援をよろしくお願いします。ゼッケン24番エネオスモモ PMU ビータに乗る、藤島智子と申します。普段はモータージャーナリストという仕事をやって、新車の試乗レポートとかをしている仕事をしているんですけど、このビータの教授カップは実は4年目の参戦になっています。で、今年はタイヤが新しく変わって、タイヤが変わると車のコンディションって随分変わるんですけど、それに今慣れようと一生懸命格闘している最中です。私レースを最初にスタートしたのは2002年に軽自動車のレースからスタートしたんですけど、そこからフォーミュラーカーに乗って、1300cc のフォーミュラーまで乗って、そこからロードスターのオープンカーのレースとか、そこからビータに変わって今頑張っている最中です。車の運転って女の人は苦手だって
って思われがちなんですけど、まあ、私たちみたいないろんな経歴できた女性たちが、若い子は10代そして、上は50代までのドライバーが、頑張って自分の腕を磨こうと、このレースで頑張っているので、ぜひ運転は苦手とおっしゃらず、皆さんもぜひいろいろチャレンジしていただきたいなと思います。まあ、今年のレース結構新人も多くて、私たちベテランも大変な思いをしながら頑張りたいと思うんですが、自己ベスト出せるように今日は雨ですけど頑張りたいと思います。よろしくお願いします。カーナンバー36号車 KNC ピータの木原智美です。私は、スーパー GT を観戦して、レース出たいと思って、飛び込んできました。なので、他のドライバーと違って、カートレースの経験もないですし、もちろん四輪のレースの経験ないんですが、その中で精一杯頑張ってます。強者カップは、女性だけのレースになっています。もちろん経験が豊富なドライバーもいますし、私みたいな、いきなりレースを始めちゃった子までいて、性格もいろいろあって、皆さん楽しく和気あいあいとレースしています。ぜひ皆さんご覧ください。こんにちは。今シーズン FCR ビーター強者カップに参戦します、37号車尾長美希です。よろしくお願いします。私は4歳の頃から沖縄でレーシングカートをずっと乗ってまして、県外のレースに出たのは3年前で、去年4人レースにデビューしました。ドライバーはみんな強いドライバーで、すごい勝つ意志が強いドライバーがたくさんいます。でそういうドライバーってとても美しいって思う瞬間がレースの中でたくさんあります。だからドライバー美しいっていうことを、このレースを通して皆さんに知っていただけたらなって思います。カーナンバー38レガルシー with YLT ビーターをドライブする三浦愛です。私は12歳からレーシングカートを始めて、フォーミュラーでずっと経験を積んできました。去年は全日本 F3 選手権に参戦していました。強者カップに参戦するのは今年が初めてで、ビーターというマシンをドライブするのも初めてなんですが、チャンピオン優勝を目指して今までの経験を生かしてさらに成長できるように頑張っていきたいと思います。モータースポーツ男性のイメージがあるんですが、女性も強者カップももう13台、開幕戦もエントリーしていたり、ドライバーだけじゃなくマネージャーだったりいろんなスタッフの方が女性も多く活躍しています。ぜひぜひ皆さん、車好きの女性の方ももちろんですし、それ以外の女性の方にもまたサーキットに足を運んでレースの楽しさ面白さ感じていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。ということで、女性活躍が応援される社会にどんどんなっていくと思います。私たち女性ドライバーも自分の好きなことに挑戦して、こうそれを仕事にしたり生きがいを感じたり、そういう活躍を見
せていきたいと思いますので、皆さんも一緒に、ミュゼプラチナムと輝く人生を送りましょう。はい、カーナンバー87お先にどうぞビーターとオートレーシングの山本龍です。ビーターのシリーズに参戦する前はロードスターカップに参戦していました。モータースポーツはなかなかハードルが高いスポーツだと思うんですけれども、やはりすごく楽しいと思いますので、ぜひ女性の方にもどんどんチャレンジしていただいて、で、まあ、そのサーキットにも一緒に見に来ていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。ゼッケン610番フォースドレーシングから出場しております、高橋俊子です。私の経歴は、6年前にホンダの、N1 という競技が初めて開催されたんですが、そのイメージガールとして、レースに前線出場することになりまして、それがきっかけでレース、夢だったレースに出られるようになりました。今は、コロナで世界中がちょっと、なんかどんよりしている空気なんですけれども、皆さんも私のように好きなことをできるだけ、やって発散していただきたいなと思います。応援よろしくお願いします。京都カップ712号車フォースドレーシングの伊藤里奈です。私はもともとレースクイーンをやっていて、まあ、レースを見ていたらドライバーになりたいなと思ってレースを始めました。でカートから始めて、ラリーなど競技に出たりして、まあ、サーキットレースもいろいろ出たりして今京都カップに参戦しています。モータースポーツは結構最近は女性の方も増えているので、ストレス発散にもなるし、スポーツとしてダイエットにも最適なので、よかったら皆さんもモータースポーツちょっとやってみるといいと思います。応援よろしくお願いします。サーキットを走る女性たちは輝いていてかっこいいですね。それでは次回もお楽しみに。 See you next time.